つ。ケイ。はい。新極真会東京城南川崎支部の木田優奈です。2019年のアジア大会女子軽重量級で優勝しました。オス。 Walking past her on the street, you might assume that Yuna Mokudai is your average teenage high school student, but in reality, she is one of the fiercest female karate fightersin Japan. Her impressive abilities have even earned her the nickname High Speed Punch Girl. In this video, we've come to the Jonan Shinkyoku Shinkai Dojo in Kawasaki City to meet Yuna-san and see a demonstration of her skills for ourselves. Hotch! Ku! Ju! Ich!空手の面白さってどういうところですか？そうですね、正直言うとやっぱこう痛いし、うん、まあ辛いこと多いんですけど、その分やっぱ自分の練習してきた技とかだったりが練習でも試合でも相手に当たったりすると、あ、練習してきてよかったっていう達成感みたいなのがあるので、うん、まあそれが面白いところですね。いつから空手をやられていらっしゃるんですか？小学1年生の時からです。6歳ですね。6歳、はい、もう本当は中学入ったらやめようと思ってたんですよ。部活もやりたかったので、はい、で小6の時にその全国で優勝したらやめようと思ってたんですけど、全国で2位だったんですよ。へー。それでうわーっと思って、全国優勝 しないとやめれないなと思ってずっと続けてきた感じですね、そのまんま。それで実際に、高校で優勝されたんですよね。はい、そうですね、高2で。高2で、はい、もうでも逆にそこまで来たらもっとやってやろうって感じですか？なんかもうその頃には、はい、楽しくなっててもうでまた好きに戻ってたので、空手が。今って何をされてるんですか？スパーリングをこれからするので、はい、サポーターをつけていきます。あ、なるほど。ちなみにスパーリングはあれですか、その女性同士でやるんですか？いや、もう男性もみんな混じってやります。じゃあちょっと楽しみに。はい。男性の選手からすごいなんか蹴りが入ってたと思うんですけど、大丈夫なの？大丈夫あと逆に木田さんもなんかすごい鋭い入り蹴られたと思うんですけど、あれってやっぱり相手の反応がちょっと遅いとパチンと当たることはあるんですよね。そうですね、はい。あ、でもここにいる人たちもみんなあの選手の方なので、うん、そう簡単には入れられないです、やっぱり。そうなんですね。はい、だからその中で入れれたらやっぱりそれはすごい技なっていうことになるので、彼女のこう強みって、選手としての強みってどういったところですか？はい、基本的にはまず肉体的にもですね、まあ、瞬発力があってスピードがあると、うん、動きが速いで、女子性の中では割と専門高くてリーチもあると、うん、それをうまく使いこなしているという感じがあります。あとは精神的には、まあ、その負けん気が強いというかですね、うん、そういう負けず嫌いという
そういう気持ちが組手とか試合に、生きているので、そこの気持ちと肉体面がこううまく一致していけばすごく伸びていくかなと、こういう期待してます。なるほど、はい。じゃあその空手の実際のまあ試合とかでも、うん、メンタルっていうか気持ちの強さっていうのはすごく大事なんですか？もう最後はですね、相手選手も必ずも稽古してるわけだから、うん、判定になって最後の延長戦とかになったら、もうあと気持ちと気持ちの勝負ですね、うん、その絶対負けないとか、うん、諦めないという気持ちを持ち続けた人が勝利につながるところが大きいです、はい。じゃあ彼女はそういった強い部分を持ってると。はい、そこが一番大きいですね。なるほど、はい、負けず嫌い、諦めないというのがすごく評価しています。空手の練習をしている日のこうルーティーンみたいなのを教えてもらってもいいですか？まあ試合前とかだったら、まあ、朝は普通に5時半ぐらいに起きて、それでまあ支度、学校行く準備をして、学校6時50分ぐらいに家を出て、で学校に行って、で授業は3時ぐらいまであって、そこからまあ帰ってくると4時ぐらいになるので、時間があったら走って、でシャワー浴びて、そのまま道場行って、で道場で夜7時半とかから、まあ、遅い時は11時とかまでやって、帰ってきて12時でお風呂入って寝るっていう感じですね。試合前だと週4でありますね、はい。結構睡眠時間的にも足りなくないですか？まあそうですね、正直言うともう眠いですよ、次の日の朝は。でもやっぱり BCAA とかそういうサプリを飲むと割と疲労は回復されるので、はいはい、そういうのでやってます。はい、冗談ゆっくりでいいね、一発目。はい、一回し、一回し、Okay, so now I'm going to experience her full power kick, and I only have these to protect myself. So her weight is about 59 kilos, and mine is about 70 kilos, but even with that like weight difference, it was like pretty difficult for me to stand still, you know. Yeah, so I've never used this type of meat before, so it's pretty scary. Nice. This is mental. Were you trying like so hard to stay still then? Yeah, I was trying, yeah. But it doesn't work. It doesn't really make a big difference. Right. That was crazy. How was it, Julian? Oh, I don't know. I've never experienced that before. Sure. I was like, yeah, you just... Gravity just, like, disappears. And you just fly away. How was it? How was it? いや、でも結構モテる人だなと思いました。おー、oh, yes. You're talented. Come on, yeah. You should start karate. Nah. ありがとうございました。僕もこの間の道場で、はい、福田さんのこう前蹴りをミット越しに使ったんですけど、はい、あれ絶対直接食らいたくないなって思いましたね。そうですね。この間の道場で、シアの先生も、木田さんはすごくメンタルが強いっておっしゃってたんですけど、そういうメンタルの強さってどういうところでこう鍛えられるんですかね？やっぱり厳しい練習をすると強くなってきます。うん、はい、それがこうその練習をこう耐え抜いたこととかが自信になるっていうことですね。ちなみになんか今後こうどういう方向性でこう歩んでいきたいとかってありますか？一応3月末までは高校生ということなんですけど、4月からは大学行って、まあ、科学の勉強をしたいと思ってます。なんかあれですね、空手とはまた全然イメージが違いますね。違いますね。無差別級の世界チャンピオンになるのが夢です。5月末に JFKO の
全日本大会に私が出場するので、もしよかったら YouTube などで見てくれたら嬉しいです。セット。